疲れ様です。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。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 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。じゃあ次に。では世帯本部長の中村勲より先にご挨拶を申し上げます。よろしいですか。じゃあ、すいません。マイク、はい、それお願いします。大変な残念な結果でありました。本人の頑張りは今日お集まりをいただいた皆様をはじめ多くの支援していただいた皆様には十分伝わったと思いますけれども、それを支える私たちの力不足でこのように非常に残念な結果となりました。まあ敗因はいろいろあろうかと思いますけれども、今後私たちで正確な分析をして参りたいと思っております。あとは小選挙区の比例の結果を待ちたいと思います。本当に皆様方には大変長い間ご支援をいただきましたことに、本人とともに心から感謝を申し上げ、またお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。はい、皆さんこんばんは。このような結果で大変残念ではあります。当然相手の方がお強かったというのもございますし、自分の努力不足、ということが一番あるかなと思っておりますが、とはいえまだ比例区の方もありますので、ただ待とうと待たせていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。すいません、報道各社から代表インタビューお願いします。はい、こちらから聞きます。はい、では始めさせてよろしいでしょうか。はい、ではテレビ代表の KHB 白澤と申します。よろしくお願いします。小選挙区では力及ばずという結果になりました。この結果どう受け止めていらっしゃいますか。はい、当然私たちも頑張ったんですけれども、相手の壁が大変に強かったなというふうには実感しております。その相手の壁を感じることはありましたでしょうか。もともと来た時からは感じていたので、はい、この選挙戦を振り返っていただきたいんですけれども、はい、森下さんにとってどんな戦いになりましたか。皆さんに感謝と思いがとても強くなった選挙戦になりました。どんな思いを感じて選挙戦戦っていらしたんでしょうか。はい、本当に暮らすという意味、生活ということをすごく意識させていただいた選挙戦になりました。暮らすということは実際に春から石巻に来てということですね。はい、そうですし、また人がこう生活を営むという意味で、真に本当に人が、私たち人間というか人がやはり幸せに暮らすということをですね、真に考えさせていただいた時間だったなというふうに思います。この選挙戦という時間は、はい、森下さんにとってどんな時間になりましたか。もちろんかけがえのない時間になりました。たくさん の皆さんの本当にご協力だったり支えていただいたところが大変にあったので、ありがたいなというふうに日々感じておりました。その思いを受け取って、はい、この結果はどう捉えていますか。大変に申し訳ないなという気持ちでいっぱいです。最終日は最後まで辻立ちされるなど、はい、精一杯活動されていたと思います。はい、比例はどんな気持ちで待たれますか。そうですね、もう祈るしかないですけれど、はい、そうですね、祈るしかないと思ってます。その議席へはどんな思いがあるんでしょうか。当然ですが、宮城の自民党の皆さんが6全員受かってほしいなと、通ってほしいなというふうな気持ちでいます。では代表インタビュー以上です。はい、各社の皆さんから質問お願いいたします。
でしょうか。あ、すみません、はい、科学新報です、はい、まだ比例が残っているっていう前提あるんですけれども、はい、今後どういう政治活動をしていくのか、あの今後の見通しを伺いたいんですけど。いや、正直まだそこまでは考えられておりませんが、もちろんあの頑張っていきたいとは思ってます。どう頑張っていきたいんでしょうか。あの、まあ、あの頑張っていきたいと思ってます。他にございませんでしょうか。あ、はい、北斗と言います、はい、あの範囲としてあの相手が強かったという話だったんですが、はい、ご自身としてその、まあ、何が足りなかったかというか、そういうところって何かあった質問でしょうか。足りなかったものは山積みだったのでこの結果だと思います。一つでは決してないと思います。投票率が思ったほど上がってないとか、そういうところもあるでしょうか。どうでしょうね。でも一応先ほどのニュースでは投票率が上がっているという話も聞いておりますので、まだ正直自分自身もまだその細かい情報を聞いていないので、そういった分析は今の段階ではお答えできないです。すいません。他に、あ、じゃあすいません、はい、報知新聞です。あの先ほどあの来た時から壁を感じたっていうふうに、あの相手の壁を感じたというふうにおっしゃってましたけど、はい、具体的にどういったところの壁といいますか、あの強さがあったとお感じになりましたか。具体的に、そのなんていうか、あの来てそのあの安住さんの、なんかその地元の強さみたいなところっていうのは、なんか具体的に感じた部分っていうのはございましたでしょうか。結果がやはり結果で高いなというふうに思いました。いかがでしょうか。よろしいですか。ではこれで代表インタビューを終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではあの本人一度、ここ出まして、またあの比例代表の結果を待ちたいというふうに思いますので、またその際よろしくお願いいたします。